はい、こんにちは。森コーポレーション社長の森です。前回ですね、 WebEX コーリングについての説明したと思うんですけど、今回は、AFLEX というシスコが出している電話プランの中で、オンプレミスで入れるプランもあったと思うんですけど、そのプランの中に CUCM というシスコユニファイドコミュニケーションマネージャーかな、それについて説明解説したりとかできればいいかなと思ってます。シスコが考えている電話のモデルっていうのはこの3つあるって多分前回説明したと思うんですよね。前回はこのシスコ WebEX コーリングっていうプランで、もう完全クラウド型の最先端の PBX ですよと。今回はここですね、シスコユニファイドコミュニケーションマネージャー、略して CUCM。 もともとCCM って言ってたんですよ、昔は。バージョン5ぐらいかな、5ぐらいから CUCM っていう名前に急に変わったんです。 WebEX っていう名前ももともと Spark っていう名前で、シスコさんって結構名前変えがち。オンプレミス型のコーリングシステムっていうのが、会社の方にそのままシステム導入して、ハードウェアからね全部買って、でその会社に置いて、そこでこう構築してそれを動かすっていうような、クラウドとは対照的なシステムですね。今も売ってるんですよ、これ。ちょっと廃れがちって前回言っちゃったんですけど、そうですね、ちょっとシスコに怒られるかもしれないけど違いとしてはやっぱカスタマイズ性能が全然違うんですよ。細かい設定をするってなると、 WebEX コーリングのクラウド型だとなかなか対応できなくて、もう CUCM というオンプレミス型のシステムを入れた方がいいと、そういうお客さんには売れてると。会社にこの CUCM を触れる運用の人がいるんだったら全然入れた方がいいみたいな。触れる人がいなくてちょっと困ってますというんであれば、クラウド型に行っちゃってもいいのかなという、高い拡張性を持った IPv6 システム、拡張性もクラウドより全然あると思います。いろんなシステムと連携できるんで、課金システムとか電話帳システムとか、フォームアプリさんがね有名だと思うんですけど、サードパーティー製のシステムと連携できるんで、可用性の高い実績のある IPv6 システム、24時間365日止まらずに動きますよという、実績が多くあるんで、止まらないシステムを実現できていると。冗長化とかにされてるんで障害性強いんですよ。クラウドも一応ある程度のアベイラビリティっていうところはあると思いますけどね。ただそのオンプレミスで入れても高い可用性は得られますよっていう、さまざまなエンド端末の接続が可能。前回説明した WebEX コーリングって、その電話機が特定の電話機しかまだ接続できないんですよ。新しい目の機械であれば、そのクラウドレジストできる、こういう古いやつ 7Q シリーズっていう、こういう機械はレジストできないんですよね。オンプレミスで入れるこういう CCM には最新のやつで 12.5 とか14っていうバージョンがあるんですけど、そちらにも接続できるんで、昔からずっとシスコの電話機使ってる方はバージョン上げていってもいいのかな。エンド端末って言われてるのはこれ電話機なんですね。たくさんの種類を接続できますよと。クラウド接続するね、 WebEX コーリングに接続する電話機は一部の端末しか対応してないんでご注意よと。で、今回これ見られてるお客さん、おそらく CUCM とか触ったりとか携わったりとか、自社に CUCM 置いてますみたいな方が見ると思うんですよ、多分。で、そこら辺のちょっと歴史をちょっと簡単に説明すると、今 12.5、14.0、今これが最新ですと、販売中で 7.1 って書いてますけど、もっと前からあったんですよ。僕が始めたのがバージョン4だったんですよ。7がちょっと有名で、 8.5 出たら今度9有名でっていう、ちょっと売れたバージョンっていうのがいくつかあって、それこう7と9と11.5、今のところだから結構お客さんの中で多いのがこの辺のバージョンで、で大きな違いが 8.5、8.6 から9に上がるときにこう大きな変化があったんですよ。ライセンス体験がちょっと大きく変わってるんですけど、9の手前までデバイスライセンス時代って言って、例えばデバイスポイント1000ポイント買いますみたいな、1000ポイント買ったら消費していくっていうライセンス体系 でこの電話機だってたら1個4ポイントですと。電話機は電話機でハードウェアって買わなきゃいけないんですけど、買ってこのコールマネージャーに接続するためのライセンスっていうのがデバイスライセンスって言ってこう消費していくみたいな。電話機が多ければ多いほどどんどん減っていきますよと。接続すればするほど消費していくと、たくさん買ってくださいみたいな。デバイスポイント時代なんですから、ポイントとは別にまたサーバーの台数とかも冗長分のライセンスも買ってねみたいな。とにかく機械が増えれば増えるほどお金かかりますよ。ここまではバージョン9から急に変わって、そのポイント制やめますってなって、ユーザーライセンス制に1人のユーザーでに対して1ポイントでした。10ユーザーライセンス買ったら10人使います。その中で格差があって、エンハンスライセンスとかエンハンスプラスプロフェッショナルライセンスとか、一番いいのがクールライセンス、10デバイスぐらいがつなげられる、いっぱい使う人にとってはすごくありがたいという、そういう風に変わりつつあったんですよね。周りのライセンス体系とかも、 Adobe とかのライセンスも1ユーザーライセンスで2台までインストールしてもいいですよみたいな。そうですね。だけどその前まではパソコン1台にインストールしたらいくらだよっていうライセンス体系だったでしょ。これもでも最初に1ユーザー分くださいってお金払ったら、はいどうぞみたいな、あとはもう永遠に使えるぜみたいななってたんですけど、第2期ユーザーライセンスって書いてるんですけど、ユーザーライセンスなんだけどサブスク型にしちゃったよという、これがねみんなわけわからんと。クラウドだ
ったら分かるよと、まだ毎月払ったら使えるよねっていうのは今流行りですよね。オフィス365が特にね有名だけど、うん、はい、でこれがバージョンいくつからっていうのがなくてですね、 11.5 どっちもいけますぐらいな感じなんですよ。今急に買えなくなったんですよ。これ動かすんだったら強制的にサブスク買いなさいってなって、まあ、全体的に考えたら費用あんまり変わらないんですよ。なんでそうなったのかなっていうのが、サブスクが流行りだしたっていうのは一番でかいんですけど、永続型から第一期に変わるタイミングって携帯電話の普及率とかがすごい上がるタイミングかなと思って、スマホが流行りだしたんです。でスマホにアプリで入れられるようになったんです。電話システムもスマホにも1個ライセンス、デスクトップ用の電話機ですね、普通の電話機も1個みたいな、1人で 2,3 台こう使うようになったんですよ、ね、だからユーザーライセンスになったんですよね。クラウド型のシステムをシスコも作り出したとこだったんで、全部それに合わせたいよね。 WebEx コーリングがそうしたし、じゃあオンプレも同じ形でいきましょうと、うん、その方がもう混乱しなくていいよねっていう。ただね、お客さん5年1ヶ月でサブスク買ったら前と一緒なんですけど、サブスクって何一旦このバージョンってこんだけあるんだよと、今いけてるのがこの 12.5 と 14.0 が今動いていて、メーカーサポートがあるのがこの3つだね。 10.x2022年4月31日、これはちょっとなんとかしないといけないと言っていただければこちらで全力でサポートさせていただきますので、森コーポレーションにご連絡ください。規模感にもよるんで大相談です、はい、これはねもう来年の夏までなんですよね。 12.0 も一番ヒットしたやつですね。多分長いんだと思います。2024年5月31日です。終了日が前後することっていうのはないんですか。メーカーが一度発表してるんで簡単には変わらないと思うんですけど、よっぽどですよね。よっぽどですね。 11.5 ももっとサポートもしかして長いんじゃないか説もあって、なんか 11.5 って今もう EOS って言われて販売中じゃないんですよ。もうなんか買えるという噂もあって、メーカーのね購入サイトってあるんですけど CCW っていうのがあるんですよ。そこで見たらなんかこの日付じゃなかったんですよ。今確認中です。公式発表のものを見るとこの日付で間違いないんですよ。ただ 11.5 入れてるお客さんが新卒とか今入ってきたりしてるでしょ。増やせないんですよライセンスを、売ってないから。それ困って、もしかして買えるようにしてくれたのかなみたいな、サポートも伸びたのかなみたいな、過ぎても買えるっていう人がいたんですよね。これ結構ねベンダーさんとか疑問に思ってると思うんですよ。マネージャーのライセンスの神みたいな人がいたらちょっと会いたい。じゃあ前回同様にコーリングをでっかくしてみました。会議システムとコンタクトセンターとりあえず無視してもらって、 WebEx コーリング、このクラウド系とホットエクストになってるな。まだそやっちゃった、ちょっとやっちゃった。もう変えます名前、ホテットに変えられないでしょ今回これですね、オンプレミス型のネームドユーザープランとエンタープライズアグリメントプラン、これやっぱりありますと。ナレッジワーカーまた出てきました。至れり尽くせりプランですね。欲しい方はご依頼いただければお見積もり提出させていただきます。あとネームドユーザープランですね、皆さんここで購入されると思うんですよ。ほとんどの会社は1ユーザーから購入できます。前回とこう数が違うと思うんですけど、アクセスとエンハンスとプロフェッショナルコーリングミーティングってあって、最後のこれはミーティング機能ですね。要はズームみたいなシステムも一緒にくっついてくるよっていうプランなんで、ここが実際のオンプレミスで使うコーリングプランなんですけど、アクセスライセンスっていうのがエッセンシャルライセンスとベーシックライセンスっていうのが元々あったんですよ。それが合体して今はアクセスライセンスっていう名前になってます。アナログ電話とかちょっと廉価版の電話に対応したライセンス、会議室とかに置いたりするようですよって説明したじゃないですか前のやつって、はい、あの概念とは全く違うんですよ。これちょっと廉価版の安い電話機だったらつくよとか、あとアナログ電話機だったらつくよとかいう、そんな感じのイメージで機能制限はないんですよ。特にオンプレミスって機能制限基本的にないんです。全部使えちゃう。 WebEx コーリングみたいにクラウドでやって機能制限されてるっていうのはなくて、書いてる機能は全部使えます。でエンハンストライセンスっていうのが電話機1台だけ使うよって人プランですね。機能も制限ないんでもう何でも使えちゃいます。設計者次第です。電話機1台に対して1デバイス利用か、アプリ利用かっていうのは WebEx Teams メッセージングアプリですね。こっちついてこないんで、ここから初めて1ユーザー用みたいな感じ。10デバイス利用かって書いてるんですけど、プロフェッショナルがアプリでも入れるし、IP 電話も使うしって、これデバイスいっぱいつなげたいよっていう人プランですね。ここも書いてるんですけど、これサブスクライセンスになる前までの永続ライセンス体系っていうのかな、ベーシックエッセンシャルエンハンスドでエンハンスドプラスクール、こんだけあったんですけど、基本は3つでミーティングつけたら1個みたいな感じですね。なんでこれはプロフェッショナルプラスミーティングプランってことです。このプランなんですけど、アクセスエンハンスドプロフェッショナルね、ここにまとめてみました。どんなのが使えるかって言ったら、さっきほら共有スペースとか会議室とかに置くよとか、はい、一ユーザーが使うものではないイメージって言いましたね。これ ATA ってここに書いてますけど、これはアナログ変換装置なんですよ。 IP でこう制御してるんですけど、 IPPBX 装置なので、これだとアナログに変換できるんで、ファックスとか接続したりとか、受付にちょっとオシャンティーな電話を置いて
その電話が結構アナログ対応しかしてなかったりするんですよ。それを動かすためにこの間にこれをかませるわけです。それを置くとなるとアクセサリー1個いるよみたいな。この辺もちょっと廉価版の電話機ですね。6901とか3905って、この辺はちょっとねマニアックだと思うんですけど、このエンハンストライセンス7800シリーズ、7900シリーズで、最近のがこの78とか88みたいな、まあ、ここ一緒に書いてるんですけど同じなんですよね。あとは台数が違うっていう。これだと1台だけだけど何台でも。あとこれですね、 SRST IP 電話って、この IP アドレスをこう受け渡しして電話機と IP PBX の間を通信して動かしてるんですよね。その間が切れたら電話が機能しないじゃないですか。コアとなる PBX 装置が本社にあって、熊本にある電話機があるんだけど、その間の通信途切れちゃって WAN が切断されましたってなった時に全く使えないんですよ。それを救うための機能で、はい、熊本にもう一個機械を置いとくんですよ。東京の本社との通信が途絶えても電話をこう復旧させることができるんですよ。ただ緊急用として動くんで機能制限はされるんですけど、動くことは動くみたいな感じです。発着信できるし、お客さんに迷惑かからない程度の機能だけ動くみたいな、そのライセンスです。これが SRST のライセンスって、これ単品で買えたんですよ。CUCM っていう装置です。電話機を動かすためのこのコアとなる、それとボイスゲートウェイって呼ばれてる電話とのつながりを持つためのゲートウェイがいるんですよ。こう外線に発信したりして、お客さん03番号でかけたりとか携帯にかけたりとかできるんですよね。そのボイスゲートウェイって装置がないと内線しかできないんですよ。でそのボイスゲートウェイにセットで SRST ライセンス買ってたんです、今までは。それがなんかこういう感じになるとサブスクライセンスで SRST ついてくるんで、はい、ボイスゲートウェイを買うときに買わなくてもいいんだけど強いになるという。でも逆に考えたらついてくるんでお得かなって気もするんですよ、ちょっと。ただ使ってない人からすると別にみたいな。これ単品で今こう永続ライセンスで確か2022年7月ぐらいまでは買えます。それ過ぎるとサブスクでしか買えませんと。で11.5 のサブスクってなるとどれか選ぶしかないですよね、うん、とにかく使いたいってなったらもうアクセスとりあえず買っとけばいいのかなと思いますね。今多分既存で10バージョン 11.5 持ってるお客さんってめちゃめちゃ悩ましいんですよ。 SRST ライセンス買いたいんだけど、で新しい拠点を増やすんだけどどうすればいいですかみたいな。サブスクでこの SRST の単品買いができるようになればいいんですけどね、本当は。一応ねシスコに問い合わせたところ、なんかもしかしたらできるかもみたいな、そうなったらいいなと思います。じゃないとなんか嫌だよね、その SRST やるためだけにアクセスライセンスそんなに大量に買わなきゃいけないのも。モバイルリモートアクセスって MRA って言うんですけど、このライセンスもついてきます。 WebEx Teams っていうメッセージングアプリが使えますってさっき説明したと思うんですけど、オンプレ版っていうのもあるんですよ。オンプレ版のメッセージングアプリっていうのが Java っていうソフトウェア名前なんですよね。導入型のメッセージングアプリで、コールマネージャーと一緒にボイスメールとか、あと IM&P サーバーっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのをセットで組み合わせて動かすとアプリでメッセージングも電話もいろいろできるよっていうものが便利なツールがあるんですよね。これ結構ね、こう設計構築費めちゃめちゃ高いんですよ、これ全部揃えると、うん、うちらもやったけど昔 CUCM 入れて、ね、Unity Connection っていうボイスメールシステム入れて、 IM&P サーバー入れて、一番でかいのは3万デバイスだから、まあ、1万ユーザーですから、思い出したくないね。その Java をリモートでオンプレのシステムと連携して動く、コールマネージャーとエクスプレスウェイっていうサーバーがあるんですよ、また別にね。 IP ゲートウェイみたいなイメージですね。でそれが途中に絡んで入ってきて中継して、インターネット越しにこう外からアクセスすると、外からでも WebEx コーリングみたいに普通に電話かけれますよみたいな、 VPN 貼らずにかけれますよみたいな機能があって、それが MRA の機能、まあ、それ使いますよってありますけど、まあ、僕はねちょっとそこ行くぐらいだったらお金もかかるし設計費もかかるんで、もう WebEx コーリングその部分だけでも変えちゃった方が絶対いいと思う。これですね、 WebEx Teams、 これがメッセージアプリクラウドのね、もう WebEx って言ったらもうクラウドです。エンハンスドプロフェッショナルとかにはついてくるんで、お得だけど別に電話的絡み全くないんですよ。電話機能はオンプレミスなんで電話は電話で使えます。だからおまけですね、そこがね大きな違いなんですよ。永続型ライセンスだとこれついてこなかったんで、ただシスコとしてはね WebEx Teams を売ってそこから広げていきたいっていうのがあるんで、あとボイスメールシステムね、オンプレミスとクラウド版 WebEx コーリングで使うボイスメールはまた全然違うので、この場合はシスコユニティコネクションっていうシステムがあるんですけど、それも CUCM と連携させるんですよ、ね、でそこにいわゆる留守番電話みたいなやつです、まあ、自動応答とかいう IVR の機能もついてるんですけど、そうね、元気な方は1応みたいなコロナっぽい方は2応みたいな分けれますからね、結局受付を、うん、簡易的な IVR 機能なんですけど、細かいことはできないんですけど、まあ、それを使う権利を与えますっていうのがこれです。プロフェッショナルライセンスを買うとついていきます。これついてないのでもオプションで一応単品買いできるんですよ。
こいつはできません。これだけ単品買いできるんで、これ全部買わなくても。あと WebEx ミーティングも一緒ですね。ミーティング機能こうついてるんですけど、じゃあ次ですね、はい、ちょっと僕まとめたんですよ。分からなくて、このオンプレミスでネームドライセンス購入したらアクセスライセンスとエンハンスドライセンスとプロフェッショナルライセンスがありますと、まあ、今ミーティングはないですけど、これもより細かくシスコ型番まで出して見るだけでちょっと混乱するっていう。これね、もう営業マンは頑張ってこれ覚えるわけですよ。これやだよね、これ本当やなんですよ。もうちょっと少なくしてってもちょっと。でもアクセスライセンス買うとこの1って書いてるところ全部これがついてくるんですよ。エンハンスドはここの1って書いてるとか全部ついてきて、ここは20個ですけどね。こういう表を作ってみたんです。この表がね、なくてなかなか自作しました。であとこれ翻訳しました。すみません、コメントください。 Aflex3 っていうプランなんですね。これがメインなんですよ。でこれにこうみんなぶら下がってるんですよ、ね、例えばこのアクセスライセンスだと、ここはもちろん1立ってますけどね、1ユーザー分買うってなる想定なんで、まずこのメーカーの基本サポート契約っていうのがあって、まあ、それもちろんですね、ライセンスと保守合体したものがサブスクなんですよ。こういうサポート契約分が1個ついてくるよって。アクセスライセンスってあって、これもオンプレミス用のアクセス用のライセンスついてくるよと。エンハンスのライセンスもここエンハンスが1個立って、プロフェッショナルライセンスもここが1個立ってると。だからここまではまあ分かるよと。そこからこの SRST です。これさっき説明した通りです。 SRST 全部ついてくるんですけど、注意するのがこれですね。プロフェッショナルにはなんと2個ついてくるという。デバイスが10個いけますよね、例えば大阪と東京に2箇所実はデスク持ってて、でも行ったり来たりする生活をしてますと。で2個とも電話は同じ人が使うんですよ。大阪用と、まあ、東京用で SRST に2回使うんですよ。別のボイスゲートウェイに SRST を埋め込んだりとかするんで、そうなったら2個いりますよね。ただ3拠点は想定してないっぽいです。まあ2個欲しいだけだから買うってなった時はアクセス2個買った方が安いんじゃないかなっていう。こう単品購入はできませんっていうのはさっき言った通りです。今のところね、スマートアクセスライセンスでこれと同じ被ってるんですけど、オンプレ用のアクセスライセンスとなんかスマートライセンスっていうのがそれぞれなんか勝手についてくるんですよ。ここですね、アクセススマートライセンス、エンハンススマートライセンス、ユニファイドコミュニケーションマネージャースマートライセンスプロ、これはそれぞれこのこれに紐づいてると。その後これですね、ボイスメール用ライセンス、これはユニティコネクションスマートライセンスって書いてあるんですけど、さっき言った通りプロには1個ついてきますよと。単品買いも追加購入できるはずです。でここもう1個下がエマージェンシーレスポンダースマートライセンス、緊急考慮のライセンスなんですよ。なんかでも日本で使えないみたいで、えこれ使ってるの見たことないです。僕じゃ入れたことないんでこれうまく説明できないんですよね。なんで無視って書いてます、はい、使ったことある人いたらぜひコメントに。オンプレとあとパートナーホステッドコーリングってあのホステッドのやつあったじゃないですか、さっき。あれかオンプレを入れる時用のバージョンの 11.5 用の CUCM のライセンスが多分これです。これがないとちょっとうまくライセンス入れられない気がするんですよね。 11.5 用とこれね難しくて EOL なんですよ。もうすぐこれを今度 12.5 にリプレイスしてくださいとアナウンスがあるんですね。でも今これこう見積もりを作ってるんですよ。僕がその CCW っていうのを使って 12.5 用とあと14用全部入れてみたら全部ついてきたんですよ。だから全部買っとけばと、あ金額変わんないですよ。とりあえずねこれ全部入れとくのが正解なんじゃないって僕は思ってて、なんでこれねこれもねシスコの人に実は問い合わせ中なんですけど、サブスクなんで結局バージョンなんであろうがライセンス料払ってるから使う権利はあるんじゃないのっていうのがなんか僕の持論なんですけど、選ばない人もいるんで、選ばないで買っても値段一緒なんで全部入れとけばみたいな感じですね。でそれ用のライセンスと&保守の分が多分この分だと思うんですよ。他のはどっちかというとこうそれに付随してきたようなものかなと思ってるんですけど、ね、はい、オプション的な、そうです。その下にここに書いてるのがほらファイルストレージエンタイトルメントってあるんですけど、 WebEx Teams で使えるストレージ容量 20GB 分がもらえます。 WebEx Teams っていや、いわゆる LINE みたいなメッセージングアプリなんですけど、その中にいろいろファイルとか入れられるんですよ。でそのファイル共有とかもできるんですね、みんなで。その分のストレージ容量です。その下にあるのがプロパック4シスココントロールハブエンタイトルメント、セキュリティと分析機能を強化するパッケージの利用権です。これが何ができるかっていうとね、なんかプロパックあると携帯をなくしました、 WebEx Teams に入ってるいろんな情報が盗まれるじゃないですか。それをリモートで消せるみたいです。まだ確認はしてません。基本ね WebEx Teams って暗号化された状態で保存されてるんですよ。でエンハンストライセンスとプロフェッショナルライセンス両方でついてくるみたいです。これは助かりますね。電話機1台持ってて WebEx も使えるんでこのセキュリティパックもついてくると。
その企業用にはちょうどいいかもしれないですね。で最後に WebEx Teams の優勝版の利用券、これだけついてくるみたいですね。見積もりを昨日いろいろ一生懸命頑張って作ったらこんな感じだったんで、ただちょっと今後ねまた変わってくるかもしれませんけどね、今の段階ではこんな感じ。今までねこうオンプレって変わったって言ったじゃないですか、永続ライセンス型からサブスクに。それを説明します。今までってオンプレミス型で入れるときってシステムインテグレーターと呼ばれてる、まあ、大手の会社さんありますけど、そういうところが設計構築導入とかをするわけですよね。もちろんうちもありますけど、プラスその SE サポート保守って言って、まあ、設計構築導入した後に何かこう問題があった時に SE さんが入って直さないといけないって場合あるじゃないですか。機械交換しただけだとなかなか直せないよとまあそういうところで設計までちゃんと分かる人間が直しますよっていうので、この SE 用のサポート保守に入る人もいるんですね。結構ねこれ企業によって年全然名前変わってて、 SE サポート保守っていう会社もあれば会社によって全然違います、呼び方が。ただやってることは設計まで分かる人がなんか障害があった時に直す用の保守に入れませんかってやつです。あ、入んなくてもいいんですけど。でこれが最初に買って、まあ、2年目も買います、3年目も買いますみたいな感じでこう続けていくんですよね。ただ設計構築したお金は最初だけです。でプラスこの設計構築するにあたってハードウェア買わなきゃいけないんですよね。サーバーとかあと電話機とか、でそれの費用も最初にかかります。それが壊れた時用のメーカー保守、ハードウェアの保守ですね。いろんな方がありますけど、まあ、どの道ハードウェア保守には大体普通は入れますね。このシンプル化って書いてるんですけど、この CCM ライセンス、永続ライセンスっていうもの、これもいるんですよ。これだけだとただハードウェアのサーバーとかあって設計構築とか費用はあるけど、ソフトウェアの代金が含まれてないんで、それはここなんですよね。で CCM のライセンスっていうのはこれはソフトウェアの、まあ、利用権というか CCM のライセンスですと。で永続ライセンスでユーザーライセンス形態ですね。これはそれプラス SWSS サポートって言って、ソフトウェアに対してのメーカーのサポートっていうのがしてくれるんですよね。でこれはもう必須です、絶対買わなきゃいけない。っていうのも途中でバグが見つかりましたとか、メーカーのバグ見つかっててもそこをこう支援してくれないんですよ、これ買わないと。だから絶対これ絶対買わなきゃダメなんですけど、買わない会社たまにあるんですよ1年目だけは買ってくれるんだけど、2年目からもういいですと、もう動いてるんでみたいな、買っといた方が絶対いいです。全部でこんだけ最初必要になるんですよ。であと毎年こんだけ必要になるというのが、この赤い部分だけがシンプル化しましょうと、ライセンスと SWSS セットでサブスクですというのがシスコのお考えでございます。ではなんとありがたいサブスクライセンスには WebEx Teams っていうものと、あとはさっき言った SLST ライセンスもくっついてきますよと。だからめちゃめちゃお得なんですっていうことですよね。 SLST を買ってたお客さんにとっては、まあ、ちょっとこれで少し助かるところもあるんで、ね、あと会社にちょっとメッセージングアプリまだ入れてないんだよねとか、あ、じゃあついてくるんだったらタダで使おうかみたいな、これでシンプル化しましたよっていうのは、まあシスコのいろんな思惑もありますけど便利になるはずです。もしかしたらその後いろいろついてくるかもしれないんで期待してます。まあ今までこういう買い方を毎年保守分だけこう買ってきてたけど、サブスクとこれかハードウェア保守と SE サポートを買えばいいという感じになります。だからこれをだけ買わなかった人はちょっと無理やり強制的に買わされるっていうことになりますけどね。あとは絶対いいですね、はい、安心を買ってくださいと。現在の状況なんですけど、 CCM 新規ライセンス永続ライセンス型ね、 11.5 まで対応してたこの永続ライセンス、配布は販売期間2021年の1月23日までなんで、もう今日買えませんと。保守を買うこともできなくなりました。更新できないってことですね。もうでこの2022年1月23日だったんですよ、もともとは。急に2021年10月30日前出しされて予定より早く買えなくなったんですけど、タブスクにすればいいだけなんですよ。ただこの永続ライセンスって最初にバーンってお金払って買ってるでしょ。だけどサブスクになったら毎月払うなるとイラッとしますよね、はい、なのでこの時期ぐらいに多分導入されたお客さんってメーカーから特別価格出るっぽいです。お客さんが損しない形でディスカウントできると思うんで、そこはちょっとご相談ください。弊社からもシスコにそういうことは言えるので、こう安心してもらえればなってとこですね。ここで販売終了したじゃないですか。一応2024年の1月31日分までは買えるんですよっていうことみたいです、公式なアナウンスメント見るとで毎年買わなきゃいけないですけど、めちゃくちゃ古い永続ライセンス持ってたら別ですよ。あんまり特価も出ないんでちょっとこうね高いですけど、で、まあ、11.5、12.5、14.0 何が動かしてるとしても大丈夫ですね。さっきの買い方できるんであればねと私は思ってます。ミスコさん違ってたらちょっとコメントでというわけで、まあとにかくサブスクです、まあ、次のステップどうしますっていうことで、お客さんで既存の CCM11.5 で運用されてるお客さんってめちゃめちゃいると思うんですよね。とそこの立場になっていろいろ考えてみたんですけど、 11.5 で運用されているお客さんは今 SWSS の延長をしているか、もしくはその AFLEX3 のサブスク化して対応されているか、どちらかになっていると思うんですよ。でとりあえず SWSS 延長しますかっていうので延長してしのいでるお客さんも多くて、サブスク化はちょっとどうしようかって悩んでるお客さんも結構
多くて、こっちの方が多いのかなと思うんですけどね、今のところ。まあ、最終的に SWS 延長から、まあ、期限決まってるんで、2024年まで。そうですね、それまでにサブスク化をするっていうのは下の道。こういうルートもあるんですけど、 SWS 延長2024年までやるのは契約しといて、それまでに他のメーカーのクラウドをちょっと考えて、いろんなところの提案を今受けている状態ですっていうお客さんもめちゃくちゃいると思うんですよ。今いろんなメーカーが出してるんで、クラウド PBX って、シスコに関してはいろんな機械との親和性が高いんで、そっちの方に行ってほしいなと僕は思ってるんですよね。そこから行くにも SWS 延長の方は一回サブスク化にどの道しなきゃいけないので、一旦こうサブスク化します。直接行ってもいいですし、でそこからの提案なんですけど、 CUCM の11.5、14円のアップグレードをするか、今のままの状態で、まあ、ハードウェアも買い直して、今ハードウェアも多分ね、今 EOL を迎えつつあると思うんですよ、11.5入れたお客さんって。だからもうハードウェアごと交換してアップグレードしますっていう、まあ、今までの流れ通りにやりたいですっていうお客さん、まあ、それも全然いいんですけど、 ABX コーリングへの完全移行っていうのも今ちょっとお勧めしてるんですよね。なぜかっていうと、やっぱこれからの時代ってやっぱクラウド中心になるし、あとテレワークも今増えてるので、あのインターネットに接続できる電話がやっぱこれから主流になってくると思うんですよね。なのでこれにするといろんなことができるんで、ただこの CUCM12.5 とは14と比べるとカスタマイズ性ってやっぱ低いんですよね。そこを考えるとなかなかこっちにも行けないよねってお客さんもいるんですよね。なんでちょっと一旦ですね、このローカルゲートウェイ入れてハイブリッド化すると、オンプレミスで入れてる 11.5 今のまま動かしたまま一旦ローカルゲートウェイ入れましょうと、入れることで何ができるかというと、その WebX コーリング側の接続ができるようになるんですよね。この 11.5 運用中で WebX コーリングもちょっと使うみたいな、そんなプランなんで、そこで様子を見てもらって、2024年までにローカルゲートウェイだけを入れて、あ、これ WebX コーリングやっぱ使えるじゃんと、めちゃめちゃ便利だよってなれば完全移行に持っていくみたいな風にした方がいいのかなと。こいつが対応できる電話機って新しい電話機しかできないって言ったじゃないですか。で 11.5 っていうのは古い機械とかでも全然対応してるので、この電話機を救う意味でも、新しい拠点だけは、じゃあ1拠点だけ WebX コーリングで完全にしてみようか、でそれをつなぐためにローカルゲートウェイ入れてみようみたいな、オンプレとクラウドのコラボレーション構成ということで、それをちょっと提案できたらなと。まあ最初にそんなにお金かからず、一旦これでミニマム構成で入れてもらってから、良ければこれに行くっていうのがやっぱおすすめかな。もしくはちょっと古い電話機がとにかく多いですと、あと5年は使いたいんだとなったら、こう一旦 12.5 に上げてもまだ使えるんで、上げた状態 でローカルゲートウェイも入れて一部コーリングみたいな、そんな構成もできるんで、 11.5 からね 12.514 に上げるのも赤構築ちょっとかかりますけどね。直接上げるといろいろバグ出てきたりとかするとこもあるんだよね。あんまりちょっとサービスパッチみたいなあれ当てたらすぐ上がるんでしょみたいなイメージじゃないので、一旦ね新規で構築して、でこう上げたものをデータベースだけをこう取り除いて、こうデータを移し替えたりとか、そういうことしないと動かなかったりもするんですよね。結構日本のそういうベンダーさんってちゃんとそこら辺する会社多いので、他費用がちょっとかかると思います。なんでそこだけはちょっとご注意いただいてねっていうところです。日本全国のベンダーさんのためにちょっと言っておきました早速ですね、実際にやってみましょうと、本当に動くのかと、みんな WebX コーリングと CUCM のコラボレーションで、あとどんな感じで動くんだよってのが気になる人めちゃくちゃいるんですよ。どんな形で見えるんだろうみたいなのは、ちょっとシスコのデモンストレーション環境とかまでね出向いて見てみれば分かるんですけど、なかなか見せづらいというか、みんなに伝わりづらいところがあるので見せたいと思います。幕末株式会社です、はい、坂本龍馬さんがいますね、はい、ちょっとイメージ赤かなと思って、熱い男だったと思うんで、勝海舟なんとなく青な気がしたんでどうでしょう私のこのカラーセンスこの2台ですね、坂本龍馬さんと勝海舟さんは WebX コーリングを利用されてます。勝海舟さんはこのパソコンと電話を使ってらっしゃると、坂本龍馬さんはこの iPhone と電話機を2台持ちの人で、 WebX コーリングとあのこのオンプレミスのここで今これが CCM なんですよね、コールマネージャー、このオンプレミス用のシステムがここに置いてあって、ここにつながってる人たちがここに近藤勇さんと土方歳三さんと沖田総司さんがいらっしゃると、はいはい、新選組ですここ、はい、完全に敵ですよね敵対関係なんですけどつなげてみましょうそのためのローカルゲートウェイでございます。こいつがないとやっぱね伝わらないんで、お互いの気持ちをここで話し合ってもらいたいと、はい、会うと切り合いになるんでやっぱ電話ですよねなのでそのためのローカルゲートウェイ絶対いるんで、皆さん買いましょうこれで、あの CUCM これ既存のシステムを想定してて、これ今 11.5 で動いてます。で3台レジストしてて、あとボイスゲートウェイっていうこれがいるんですよ。
これがこれから外線がかけれるんですよね。で今まで既存のお客さんはここまでが今会社にありますと、プラスこっちを契約しませんかっていうことですね。実際にやってみたいと思いますけど、最初にまずやるのが内線管接続。坂本龍馬さんと近藤勇さんの会話、ちょっと歴史的には興味深い。そうですね、直接会ったら切り合いになるところが、電話だったら話し合える。話し合える、電話って大事ですね。やっぱ電話会社の人ですねこれが新選組の支部、近藤勇さんがこの7962という、はい、古い電話機を使っております。こっちですね、これは最新の機械なんですけど、土方歳三さん、こちらが沖田総司さんで、一応あの書いてますけど、新選組支部3500というので、はい、こっちシェアドラインって言うんですけど、2ライン目ですね。これ1番目は沖田さんの内線番号なんですけど、はい、下のはこうみんなで使う時の共有の2ライン目、いわゆる新選組みんなにかかる番号にしてます今。このシェアドラインっていう仕組みも、これあのオンプレミス型じゃないとできないんです。 WebX コーリングにはこの同じ内線番号持てない仕様みたいなんで、まあ今のとこですけどね。でこちらも同じようにこの 2ライン目に新選組支部の3500、同じ番号ですね、はい、で近藤勇さんにも同じ3500の番号あるんで、3500にかけるとみんななると緊急事態ですから、ね、そうですね、全員招集ですね坂本龍馬さんがこちらになります。7020という番号で、もう最新機種の8800シリーズの電話ですね。でも背景もね、これあの WebX コーリング最初から入ってる背景です。これ徹底できますちょっとおしゃれですね。坂本龍馬さん携帯も持ってらっしゃるんで、 WebX アプリが入った状態で待機しております、はい、一応クリック、あクリックじゃないね、あ開けて、はい、西郷さんもいるんですね。西郷さんいますね、なんでこういう状態でございます。電話取るじゃないですか、はい、赤くなるんですよね。あ、本当だ、ちゃんとこう連携してるんですよ。もう一回取りますよ、はい、お蒸気上げたらちゃんと反応してるんですよ。すげえ、結構ねリアルタイムに動いてるんですね。そうですね、すごいですね、いい反応です。これはこちらが勝海舟さんです。で7022っていう番号になってますね、はい、勝海舟さんはねパソコンも持ってらっしゃるんで、あのこれは PC 用の WebX Teams アプリでございます。上げるとこう反応しますね。同じ、あー本当だ、もう一回出てみます、はい、蒸気を上げるとはっ、すげえ反応いいですね。すごいですね。最初にちょっとこうかけてみましょうか。ここ WebX コーリング同士なんですけど、坂本さんから勝さんに、まあこれもちろんなります、はい、名前も出てるんで坂本さんからかかってきたって分かりますよね、はい、で応答します。もしもし、もしもし、はい、聞こえてます、聞こえてますね、はい、こういう感じでございますね、はい、ここはもちろん WebX コーリング同士なんで、はい、まあ全く問題なくつながります。問題はこっちの新選組につながるかどうかですね、はい、近藤勇さんにかけますか。取ってくれるんですかね。大変申し訳ございませんおかけになった電話番号につなぎする嫌われましたね。じゃあこれ頭に拠点番号っていうのが必要でそこは必要なの絶対で、201にしてますうちは、はい、今回はこれにしました。ここに自由に決めれる、変えれるよね。あ、それはもう設定で、はい、はい、設計でそこ変えれますんで、201-3501だね。でかけます。はい、おお早い、いや早いね、番号で出てますね。そうですね、番号で伝わってます、はい、反応良かったですね。でも早かった、ただ名前は出ないと。今漢字でこっち設定してるから、うん、いかないです。201が拠点番号なん で3501ですね。近藤さんいるかな。早っ、早いですね、本当すごい早いです。ちゃんと坂本龍馬さんから着信ですね、はい、あ龍馬から来たかみたいな感じですかねもしもし、あ大丈夫ですね、はい、ちゃんと繋がってます。繋がってますね、はい、携帯の表の表示もちゃんと、なんじゃこりゃーって聞いても結局切れてんじゃないですか二度とかけんじゃないさはい、じゃあこれで一応ね、あの最先端の土方さんのね電話機、はいはい、高いやつ今かけましょうか、はい、じゃあ次こちらだけ行ってみましょうか、はい、そうですね、坂本龍馬さんのこのこれですね、このパッドでパッてタッチすると出てくるんで、はい、201-3502だっけ、はい、はい、でかけます、はい、おお出ました坂本龍馬、出ますね、はい、はい、こんな感じです。ちょっと綺麗ですね、かっこいい、かっこいい、これ高いやつ高いやつ、ね、はい、で出れますと、はい、もしもし大丈夫かな、スピーカー出そうか、もしもし、はい、はい、聞こえてます。で今
上に出てますね、これ電話中だから、はい、これとこれはね連携してるからいい動きだ、はい、パソコンからやってみましょうか、はい、パソコンの場合はこれですね、電話のマークまずタッチします、はい、そしたらここにもあるんで、はい、スマホじゃないすいません、タッチパネル対応しなかったですね。201-3500かな、これが全員呼び出しの番号ですね。あ、これねちょっとここはね今うちのこの WebEx ボードに反応しちゃってるんで、自分の電話パソコンからかけますので、はい、でここから音声で、はい、早っ、来ましたね、全員呼び出してますね。誰が取る誰が取る来たぞ、勝つから電話来たぞ、なんだあいつ、どうしよう、どうすどうする、いやそれは局長出てくださいよ、局長ですねあ、でこれ押して取ります、 はい、この今の仕様ではね、はい、でもしもし、はい、よし聞こえましたね、聞こえてます、こんな感じです、なるほど、あいいねこれで、あと逆もします、着信履歴を見ますと勝さん坂本龍馬とあるんで、ここからダイヤルしましょう。あ、早い、行こうか。あ、静かだね。なんで、音入れてなかったの？あ、音ね、出しましょうか。はい。はい。こんな感じで。やっぱ早いですね。早いですね。はい。で、こっちも来てますね。両方来てるんで、はい、どっちで撮ろうかなみたいな。もしもし。はい。よし、OK ですね。聞こえてます。出てますね。はい。出てます。はい。こういう感じですわという感じですが、はい、これで内線管は OK ですね。そうですね、まあ、これだけだとちょっと会社としてどうかなと。ゼロ発信ですね、かけるときはゼロ発信、はい、ゼロをつけてから入れますと、はい、あ、これが幕末株式会社の番号ですね、はい、の番号ですね、はい、まあ、前回と同じですけど次はこれね WebEx コーリングからですけど、コールマネージャーからはまあ普通にできますけど、はい、一応、はい、こっちからもかけてください。これはもう、これはね、これはもうあれスタンダード、はい、うん、はい、これはまあ普通に行きますと、まあ両方ね同じところ通って行ってかけれてるんですよってことがまあ伝わればいいかなと。はい、ちゃんと通って聞こえてます。はい、来ましたね、全員集合、全員集合です。こう大変なことになってますよ。そうですね、じゃあちょっと沖田さんが一回も出てないんで、そうですね、はい、出ましょうか。もし、あら？あ、待って、タッチね。はい。もしもし。あ、出てます、ね。出てます。今こんな感じですね。はい。まあ、使ってる人はね、馴染みがある感じですね。ちゃんと着信するかな？はい。じゃあこれでなりますかね。はい。おお、なりました。出てますね。携帯も、はい。なってます。はい。これはハントっていう仕組みでなってます。はい、あのさっきの言ったシェアドラインっていう同じ番号をみんな持つんじゃなくて違う内線番号を同時に鳴らすみたいな、やりたいことは同じなんだけどちょっと違うみたいな。電話機についてね、オンプレミスでいろんな電話機がありますよと。 WebEx コーリングに接続できる電話機は限られてて、結構最新の電話機じゃないとレジストできないと。そもそもファームウェアが違うんですよね。同じ電話機だとしてもオンプレミス用の電話機って中にこの SIP ファームウェアと SCCP ファームウェアって2つの実はファームウェアがあるんですよ。でもどっち使ってもいいんですけど、まあ、Cisco SCCP の方が昔から使ってて古いやつなんですけど、最近のは SIP ファームウェアになっていると、まあ、どっち使っても同じようなことができます。ただね、なんかこうすごく柔軟になんかすごく早く動くのは SCCP で、これ Cisco 独自のプロトコルを使ってるファームウェアなんですよね。そっちの方がちょっといい動き実はするんですけど、 SIP の方がまあ新しいみたいな感じですね。古くても SCCP の方が僕は好きなんですけどもう SIP しか動かなくなりつつあるんでね。で、まあ、あの導入型のオンプレミス用の IP 電話の場合はこれでこの2つがあるんですけど、あ、これ間違ってるやん、変えました。 WebEx コーリング用の IP 電話ですね、こっちがね。あの WebEx コーリングに接続する時の電話っていうのは MPP ファームウェアっていうクラウド専用のファームウェアに入れ替えなきゃいけないんですよ。これ今まで使ってたけど、この電話そのままじゃあ今度 WebEx コーリングにつなげられるのって言ったら全然使えなくて、一応ライセンスは無料でいけるんですよね、こっちのファームウェアには。これ入れ替えっていうのがちょっとテクニックがいるんで、
まあ、うちみたいな会社に依頼すれば、とにかくそのままで動かないのは知っておいても欲しいなと。マルチパーティーフォンだっけな、パーティーピッポじゃないけど、パーティーピッポファンキーなファームウェアなんですよ、これが。マルチプラットフォームフォンの略ですね。これに切り替えないと、あの Apex コーディングレジスターできませんので、ここをご注意で。ちなみに一回こっちに MPP フォンにしちゃうと、こっちのオンプレミス用のファームウェアにまた入れ替えるときは優勝になるらしいんですよ。ライセンス買わなきゃいけないらしいんですよね。一歩都合です。 Apex コーディングにつなげたらもう最後です。あ、最後もう帰ってこれませんので、一応お金払えば帰れるんです。そうです、はい、そこはちょっとご注意をここに書いてますけど、まあオンプレ用にすることは少ないんじゃないかなと。今後はやっぱどんどん WebEx コーディングに移行しつつあるので、世の中の流れ的にね、うん、で以上オンプレミス型のコーディングシステムの説明をしました。いわゆる CUCM っていうやつですね。頑張って説明しましたけど、まあ、難しいんですよね。皆さんご理解いただけたでしょうかという、あと私自身もちょっと分かんないところ結構あって、もうちょっとねシスコさんに聞いて解明できるところがもっとあれば、もうちょっと動画を追加で出していきたいと思います。で、あと今回はオンプレ型のコーリングの説明しましたけど、次回 WebEx Teams、 これあのさっきタダでついてくるっていうメッセージングソフトですけど、これがベースにあっていろんなことができますよって前に説明したと思うんですけど、そこをちゃんと説明しようかなと、深掘りしていきたいと思います。ありがとうございます。それとですね、あとはあれですね、ミーティングスのところも全然やってないんで、そこもまあおいおいやっていけたらいいのいいかなと。結構ねいろいろあるんですよ。 CME って言ってコールマネージャーエクスプレスっていう製品があるんですよ。最近そういう話も結構多くなってきてて、弊社の方にそういうご相談が、そこもまあこんなことできますよとか、まあ、予算感とかね、そういうのもちょっと出していけたらいいかなと思うんで、そこも そのうちちょっと動画出したいと思います。安く入れられるのかなっていうやつですね。コールマネージャーほど高くはないので、設計とか構築の費用っていうのは、まあ、ちょっとやることによって全然違ってくるんで、そこまで説明できないんですけど、はい、まあ、ハードウェアとかね必要なもの、簡単な予算感は出せるかなと。定価ベースですけどね、シスコさん結構特価とか出してくることもあるんで、全然安くなったりするんで。最後になりますけど、一応弊社株式会社森コーポレーションということでちゃんと会社やってます。音声系に強いという証になるんですけど、アドバンスドコラボレーションアーキテクチャースペシャライズドっていう資格も会社として取ってますんで、シスコとしては一応まあ技術力あるよって認めてくれてると、ということでパートナーになってます。他にもネットワーキングスペシャネットワーキングスペシャライゼーションとか言って、あの、まあ、LAN とか WAN とか構築するためのまあ資格とか、アドバンスコラボレーションアーキテクチャースペシャライゼーションと WebEx コーリング with コーリングプランコラボレーションサーススペシャライゼーションという資格を持ってますので、結構音声を中心にいろんなことできますので、そういうネットワークとか音声に関してのご相談ある方はぜひ弊社の方にご連絡いただければと思います。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。